はい、皆さんこんにちは。今日は Apple Store の新製品です。 iPad 3機種の新発売と同じタイミングで出てきたこちらですね、ロジクールのクレヨンというデジタルペンなんですけども、で今日はですね、こちらが前のモデルのクレヨンとどう違うとかですね、あるいは、Apple Pencil とどう違うのかなどですね、チェックしていきたいと思っています。はい、ということでこちらロジクールのクレヨンですけども、まあ純正みたいな扱いの製品なんですけども、無印 iPad がペンシルに対応したあたりから出ているのがまあクレヨンなんですけどね。でパッケージの方ね、開けていきたいと思います。こっから開けてジャーンという感じで、で今回割とねこのクールな感じのデザインになってますかね。で前のモデルはオレンジで可愛らしくて、後からなんかグレーみたいの出てましたけどね、最初のやつはこんな印象が違うんですね。ただ太さとかはね一緒ですね。でスイッチの位置がこれはね押すタイプだったのが変わったのと、ライトニングから今回は USB-C に変わったってことで、蓋はなくなってねむき出しで、ボタンの方もねこういうスライド式に変わってるんですね。でバッテリーのインジケーターが3段階で追加となっています。でクレヨンの最大の特徴はペン先が Apple Pencil 純正と同じものを使ってるってことでね、まあ、そこに違いがないっていうのはねとてもいいことですよね。スペアも、使い回しができたりしますしね。で交換の方はね、前の初代の方はここを外すと取れたわけですけども、でペン先をぐるぐる回すと取り替えが可能となっています。で今回の新しい方も同じようにね取り外すことができまして、ちょっとね硬くてシムピンなんかでね穴を押したりしましたけども、ただ中の構造は基本的にはね似てますね。ぐるぐる回すとこんな感じになっていて取り替えできるようになっています。でこれはね接続の方が非常に簡単なんですね。この iPad の近くでスイッチを入れて、そして画面をねタッチするだけでもね使えるようになっちゃうというね便利さがあります。で2台の iPad が並んでいる場合でも、このようにこっちを使っていて左に移動しても使えたりするんで、まあ、ここはね純正より優れている点なんですね。で充電に関しては今回 USB Type-C になりましたからね。だから、まあ、iPhone 持ってる方は別として、iPad しか持ってない方なんかはね、USB-C の機器多いと思うんでね、便利に充電ができます。で取説によると電源オフでつないだ場合には70分で満充電になるそうですね。電源オンの場合には2分で30分使えるようになり、70分で満充電になるそうです。あとは充電器なくてもケーブルを持っていれば iPad から直接充電することができますね。でインジケーターもね点滅しているんで充電できて、しばらく置いといたら満充電になってましたけどね。ただ繋いだ状態では反応しなくなるんで注意が必要かと思いますね。で書き味を試してみました。まずはねノートアプリ GoodNote5 ですけど、で基本的にですね、このクレヨンっていうのは筆圧検知というのが搭載されていないのが Apple Pencil と違う点なんですけども、まあこういったノートアプリなんかについてはですね、まあ文字を書いても、まあ、簡単な図形を書いてもですね、まあそんなにこう書きにくさとか、ないんですよね。あんまり Apple Pencil との違いはないんですけど、ただこのようにですね、筆圧に反応して濃淡とかね太さが変わるってことはないというところですね。まあこういった、簡単な落書きイラストなんかはまあ特にね、書いていて不自由はないような感じはしますかね。で Apple Pencil に持ち帰るときは電源をねオフにする必要があるみたいですね。 Apple Pencil をマグネットでつけるタイミングは後でも先でもいいみたいですけどね、ロジクールクレヨンはオフにします。でこっちね持ち帰って書き始めましたが、おっとね思ったのが、このねペンシルの方に持ち帰るとこの太さが 1.5 ミリだとねすごい太くなっちゃうんですよね。で一応ね 1.5 ミリのまま文字を書いてみたいと思いますけども、でこのようにね書きますとかなりね太くなっちゃうんですよね。でそれじゃあもう一段階細い方に変えてみましょう。でこれが 0.6 とかっていうんだと思いますけどね。でこれで書くとまだねちょこっと太いんですよね。で結局ね 0.5 ぐらいにして、まあだいたい近いのかなという太さになりましたけどね。でなぜこういうことが起きるかというと、このやっぱり筆圧検知がですねこの Apple Pencil の方にはありますから、強いと少し太くなったりとかね濃くなったりするようになってるんですけど、まあ、これがですね、普通に書いた時に働くということで、
まあこのクレヨンの時の太さとアップルペンシルの時の太さっていうのが変わってくるみたいなんですね。まあただその太さについてはですね、使いながら慣れればいいので、まあ普通に使ってまあこういったノート取りとかですね、こういったまあ線画の落書きをする程度であればですね、まあ特にまあ使い心地に大きな差があるというものでもないというね感じは受けましたけどね。なので両方使う方については、まあ、このようにですね、例えば同じ太さの設定でも、このクレヨンとアップルペンシルではだいぶ太さが変わってくるってことをね分かった上で設定を変える形になるでしょうかね。で純正メモの場合はですね、こちらクレヨンで今段階3ぐらいの太さで設定していますけども、ちょっとね線とか文字を書いてみましょうか。でまずはね文字ですけど、まあ、文字については特にね違和感なかったですけど、線についてはですね、まあ、このように、書いて、これ立てた状態でしょう。でなんかちょっとこうガッとね、乱暴にやると太くなるような傾向がこのアプリはあるみたいで、で筆圧を変えてもね特に太くなったり濃くなったりしないです。そして寝かして書いてもこのアプリでは太くなったりはしないんですね。なんかガッとやるとちょっとね太めにはなるのがこのアプリの特徴みたいですけどね。まあ純正メモの場合には比較的抑揚のない線が書けるのかなというね印象を持ちましたけどね。まあこういった猫の落書きなんかもまあ割とねフラットな感じの線にはなりますかね。で同じ設定で Apple Pencil に持ち替えて書いてみますが、まあ普通に線を変えた感じはそんな変わんないんですけどね。この傾向も一緒ですね。ただね、筆圧がやっぱりね、こうグッグって力入れていくとこうね、コブみたいになって太さ変わったりするんで、こっちはやっぱね、筆圧検知がね、あるということがね、わかりますよね。まあなんでね、描かれる線については若干こうね、抑揚が強く出るのかなというところで、まあここがですね、Apple Pencil とまあ、クレヨンの違いなのかなというところですけど、まあ、ただね、まあ普通にラフに、ね、メモとかノートを取るのに、まあ、そんな大きな差が、ね、出てくるとは思えないという感触ですね。でお次はね、クリップスタジオですね。こちらはイラスト用のアプリですけども、まずはクレヨンから。で、鉛筆、このね、粗い鉛筆というのを選んで、ちょっとね、書いていきたいと思います。で、ブラシサイズは10で、濃度は90という設定になっています。でこのアプリの場合にはペンの倒した状態でもね太さ変わってくんですよね。今ね垂直、そしてちょっと斜めでかなり倒すと太くなるという感じで、文字なんかですねこんな感じで、まあ割と鉛筆っぽくね書けるんですよね。そして、猫の落書きなんかについても、まあ、意外とね、うまくねこのように、抑揚もそこそこある絵が描けるは描けるんですね。多分微妙に変化する角度に応じて線の太さとか濃さが変わってくるみたいですけどね。ただね、この、まあ、筆圧ないですからね、こういったなんかね、寝かした状態での下絵を描くみたいな時あるじゃないですか、こういうの。こういう時はですね、濃さが結構ね、ダイレクトに出てきちゃうんで、なんかこう、うっすら描くっていうことはできないみたいなんで、なんでね、この場合にはね、どうしても濃く出ちゃうのが嫌な方はですね、このペンの設定の方を細くしたりとかね、あるいはですね、このペン自体の濃さを変える必要があるみたいで、でちょっとね、この太さを変えてみたんですけどね、まあそうすると、まあちょっとね、ガッと濃くはならないというのはありますけども、ただもっとね、細くする必要があるかもわかんないですね。で逆にね、Apple Pencilの場合にはこのようにですね、まあ、同じ設定に戻しています。これ太さが10で、濃度が90ってやつですね。でこれで書くとね、垂直で細い線が書けて、少し斜めでもうちょっと太くなってね、横にすると、まあ、だんだん太くなってはいくんですよね。まあ、こういう感じで。で大きく違うのはですね、この筆圧を変えながらグググッって書いていくと、ちゃんとねこう太く濃くなるんですね、筆圧を上げた部分では。まあそのあたりがね、やっぱり筆圧検知がある、ね、場合の書き方になってくるというところで、でまあこういった違いについてはですね、まあ、こういうまあ線画をまあ軽く描くのにおいてはですね、まあそんなに大きな違いを感じないんですけども、まあ、こういううっすらとね下絵を描いていきたい時についてはですね、ほんとねうっすらと描けるように筆圧を見極めてね出してくれるんで、まあ、ここがやっぱりねクレヨンとの大きな違いになってくるのかなというね感じですよね。まあ、まさに鉛筆と紙でさーっとね軽く紙の上をなぞりながら下絵を描いていくようなイメージの線が描けるのがApple Pencilの方ですね。
まあ、かといってね、強く描くと筆圧を検知してね、こういう濃い線が描けたりしますからね。なんでこういったクリップスタジオなんかで使う場合には、まあ、ちょっと特性が違うので、そのあたりは別の道具としてですね、まあ、認識して、自ら調整をしながら描くしかないというね感じでしょうかね。ただグラフィックアプリでもベクター系の Adobe のイラストレーターなんかだと筆圧関係ないですからね、まあ、こういった鉛筆ツールなんかで、まあ、こうラフにね、何かこう波とかをこう追加しようとかっていう時には、全くですね筆圧検知は関係ないところにありますからね、まあ、意外とねこういうのの用途については、別に Apple Pencil でなくても問題ないのかもしれないと思いましたね。で 60Hz の iPad mini も試してみました。でまあ、グッドノートの場合はですね、これ一番太い設定にして、メモをね取るという感じ、ノートを取るという感じ、まあ、これについては、まあ、いつもの iPad mini の、感触で書けてるんでね、まあ、意外とね書きやすいんじゃないかと思いますね。で初代のクレヨンも試してみましたけど、なんかそんなに書き味は違いはないのかなというところですね。で遅延の方ね見ましたけど、左が 60Hz の iPad mini、右側が 120Hz の iPad Pro ですけど、やっぱりね遅延は左側のが大きくて 120Hz だと少なくて済んでるんですよね。はい、ということで今回の新型ロジクールのクレヨンですけど、まあ、一番の特徴は USB-C ポートにね充電が切り替わったということで、まあ、そこがですね初代の方とね違う点ではないでしょうか。形状もちょっとね変わっていますけどね。あとはやはりねお値段がロジクールクレヨンはだいたい第2世代の半額ぐらいですね。ただ第2世代アップルペンシルは筆圧検知機能がありますからね。でグッドノートなんかだと同じ太さ設定で書ける線の太さがちょっとね変わってくるというのが特徴としてはありますかね。筆圧については特にこういったクリップスタジオみたいなものだとですね顕著に現れまして、まあ、こういう鉛筆でさらっと下書きを書くときに薄い線が書けるのが Apple Pencil ですけども、まあ、残念ながらですねクリップスタジオの場合には、まあ、その筆圧がないので、濃い線が書けてしまうっていうのはねありますよね、まあ、そこはちょっとね、こういった本格的にイラストを書くアプリケーションを使う方はまあ要注意というね感じはありますけどね。まあ、逆にグッドノートみたいなノートアプリだと特性掴んでしまえばそんなにね違いがないですし、この iPad mini でもね iPad Pro でも、あるいは今度出る iPad 第10世代でもこのロジクールクレヨンは使えますからね、まあ、そういう意味ではねいいのかなというところで、ただ充電方法については Apple Pencil 第2世代はマグネットでつければ充電できちゃうという気楽さがこちらの方が優れていますよね。ただつけっぱなしでいると iPad 本体の電池が減っていく傾向もありますからね。私なんかね持ち運びの時にはこういった別で持てるケースを使ったりしていて、まあ、こうやって持って行ったりするんで、これがクレヨンに置き換わる分には全く問題ないのかなという感じはしております。であとはねバッテリーの持続時間は1回の充電で7時間ということがね書いていますね。そして互換性については、気になる iPad の第10世代でも使えますし、まあ、あとはね、新機種でいうと iPad Pro の11インチの第4世代 12.9 インチの第6世代にも使えるようになっていますね。ただ互換性の表記のところにホームボタンの iPad が1個もないんで、あれと思ったんですけど、まあ使えない理由がないんでね、まあ実機でこれ第9世代の iPad ですかね、試したらね普通に使えましたんでね、まあ、このあたりは、GoodNote 5でもね使えたりしたんで、まあ、問題ないのかなっていうところで、まあ充電方法のところで互換性から外したんでしょうね。良さそうなのは iPad Pro をすでに持っていて、この第2世代のペンシル持ってる方が、iPad 第10世代も追加で買ったとします。まあそういう時にですね、まあ初代の Apple Pencil 14,800 円出して買うのは嫌だって方はこれ 18,000 円でね、このロジクールクレヨン買えば、まあ両方に使えちゃうという利点があるという製品ではないでしょうかね。まあノート取りまでしかしないよって方にとってはですね、まあお値段も抑えられていいペンシルではないでしょうか。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。